それでも小橋さんもやっぱり真っ向からいきましたよね。それに負けない、負けたくないっていう思いはありましたね、いつも。それを今海外に乗り込んでやってるのが竹下幸之助です。今竹下さんがいるから多いですよね。